動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。腰に手を当てお尻フリフリ、みんな集まれ万博フリッパー、ワールドフリッパー実況を始めていきたいと思います。あと少しで言い切れたのに噛んだ。さあ、交際の摩天楼、続きやっていきたいと思います。友と、女王の資格ということで、資格のストーリーを見まして、現在DAN 社に突撃して、その社長であるラブに、このバレッタのね、思いをぶつけるっていうことでですね、今突撃している最中でございます。弾丸の雨を渡る。じゃあやっていきましょう。缶おきに何度も当てれば復活できるぞ。さあ、京都もやっていきまして、ガンガンに敵をぶっ飛ばしていきましょう。そういや、なんだ、一緒に手伝ってくれる、百花みたいな連中は、こっちに、参戦しないんだな。さあ、ガンガンに飛ばしていきましょう。さあ、あと13人、一気に13人。飛べ、よし、中に入ってきたね。この中から崩していけっていうね。お、ちょうど全滅させたね。はい、クリアいたしました。さあ、このまま2をやっていきましょう。あ、スタミナが。連続で取ってるものでですね、スタミナが全然回復してないんですよね。だから、たびたび、スタミナを回復する画面が出てきますが、気にしないでください。さあさあ、ほれ、そこのけ、自由の弾丸が通るぞ。全然もう端っこの方にしか行ってねえ。こう真ん中の方行きたい、真ん中の方を飛びたいんだよ。くらいやがれーって、ね、エリート。DAN 警備兵にエリートがつきましたね。おっと、エリートなんですか？どこまでエリートなんでしょうね。やっぱりエリートって言うだけだから、いや、言うからには、この、なんですかね。防御力とか攻撃力も強くなっているんでしょうね。じゃあ、ガンガンにこのスキルを当てていきましょう。さあ、こんだけガンガンに当ててもエリートだからね、全くダメージを食らってないと思うんですけどね。あれ、エリートさんを倒しちゃったぞ。こんなに早く倒しちゃったぞ。エリートじゃないのかな、あの人。エリートだから結構頑丈に強く作られてると思ったのにな、なんてね。はい、まあ、こんなわざとらしい煽りはここまでにしておきましょう。これをクリアしたら、ストーリー挟んで次はボス戦かな。この二人となるとね、この飛ばすタイミングがね、ちょっとね、変わってくるんだよね。観葉植物が邪魔。
こういうところでギミックがないのってちょっと辛いよね。全員は倒せなかったな。おっと、またエリートだ。コマンドノート、増援要請ってね。さすがエリート。よし、あーくそ、ずれてる。そういや、なんだ、マルチバトルの時にはあれだよね、スキルを使うと、そのスキルを使ったキャラでコンボが作れるみたいですね。だから一気に一つ一つを貯めるよりかは、一気に貯めてそれでコンボ作っていった方が、マルチバトルは早く楽に済ませれるんじゃないでしょうか、みたいな感じですね。考えてみたんですけども、まあそうとはいかないのがマルチバトルつってね。縛るもの、縛られるもの、じゃあやっていきましょう。報告いたします。マザーラズ、現在、敵企業の手勢により、警備兵が交戦中、状況はこうしております。やれやれ、パラダイムブレイクカンパニー、予想はしていましたが面倒ですね。宗谷試練から、宗谷試練各社からの応援は間もなく到着予定です。警備隊に合流するよう要動しますか。そうですね。警備隊の過半、警備隊の過半はレプリアとはいえ、消費するのは惜しいですからね。ああ、そうなんだ。かしこまりました。全員があれなんだね。ロボットみたいな、ロボットなんだね。ということは、これつまり、あれか。ロボット対人の、アンドロイド対人の対決、ね、人の対決みたいなところにもなってるっていうことか。まあ、今のこの警備兵とそうですね、パラダイム社の連中との状況の話なんですけどもね。マザーラブ、PBC の手勢は余動です。ええ。わかっています。バレッタたちはここに来ている。私にもう一度会うために。ねえコンダクター、私はどうすればよかったと思う。問題ありません。マザーラブに誤りはありません。宗谷試練の計画に狂いがないように。そうですね、私は間違えたかった。では我々はもはや不要、そう認識してよろしいのですね。何を言っているのですか。このレプリアも私も社員たちも、宗谷試練が指示した八百万計画に沿い、あなたを補佐するために配備されました。全員レプリアなんだ。我々はあなたのために配備され、あなたのために消費される備品です。ですが、本来は適切に再分配されますが、今なら我々すべてを門出に捧げられる。我々としては喜ばしいことですが、本当によろしいのですか。備品が私に命令するのですか。いいえ、これはご確認、ご任命、あ、これはご命令の確認です。我々が誤りであり、あなたの望みを邪魔しているのならば、どうぞご命令ください。さあ、
もういらない。その一言で我々はすべて廃棄されます。私が間違っていました。いいえ、いいえ、コンダクター。私が間違っていました。夜を続けましょう。あなたたちと私の夜を。安心しました。はあ。変わらぬ夜を維持することこそ、かくあれ歌詞と示し続けることこそ、我らの使命なのですから。そうか、命令に忠実に従うことで、このラブを縛り付ける。それでは、ね、差し出がましい真似をお許しください。これより侵入者を撃滅してまいります。お守りしろ、その存在にかけて。かしこまりました。私は誰も幸せにできない。私は私である限り、誰一人だって幸せにできないようにこの世界に設計されているんです。バレッタみたいに未来を作るなんてできない。マザーラブ、どうして？コンダクター、どうして彼らは宗谷試練の上層部は私を人間として生産したのですか？ただの完璧なレプリアならこんな苦しみはなかったのに。マザーラブ、精神的不調が見受けられます。カウンセリングが必要でしょうか？ねえラディウス、あなたにお願いしたいことがあります。私の代わりに自由を手に入れて、あなただけの自由を。それはご命令でしょうか？さあ。どう捉えるかは、あなただけの自由です。そして命令です。当施設からあなただけ脱出しなさい。脱出後、マザーラブの所有権を破棄。命令を実行しなさい。ラディウス。これで一人ぼっちですね。来たか、弾丸。ああ。来たさ。また命令か？いいや。今ここにいるのは私の意志だ。お前たちと初めて遭遇したときに、その異邦人を殺しておくべきだった。ワールドフリッパーだったか。あれの異常に気づくのがもう少し早ければ。ラブはお前の思い通りだったのにか？そのような考えは許されない。どのような考えがあっても同様に。分かっているだろう。お前たちは見たはずだ。この先に待つこの先に待つお方のありさまを、己が打ち勝てなければならない相手を。それでもやるのか。変わらぬ夜を終わらせる気なのか。そんな難しいこと考えていないね。友達なんだ。友達に本物の空を見せてやるんだ。喧嘩くらいいくらでもしてやるよ。ならば、それを排除することこそ、私の命令に他ならない。標的、偽装、天敵、指定、神聖、放棄、使命、使命、有効。
だったっけ。撃滅兵装オーケストラ。このオーケストラに関してはコンダクター自らの意思で動かして自らの意思で戦うっていうことなんでしょうね。コンダクトオン。さあマザーラブに終わらぬ夜を。そのための私だ。そのための DAN だ。叶えたいなら抗ってみせろ。そのためならいかなる夢をも殲滅する、あ、撃滅する。叶えたいなら抗ってみせろ。さあクリアいたしました。さあコンダクター戦再やっていきましょう。果たして一行は抗うことができるのか、終わらない夜に抗うことはできるのか。痛い痛い痛い。お、うまい具合に払ったな。ああ、どうにかこの後ろの方に行きたいよね。オーケストラ戦ということはあれか、ラブとはバトルはしないっていうことなのかな。お、いい感じにあれですね必殺技がスキルがはまりましたね。アンコール。さあここからタイミングだな。お、入った。よし。いけいけいけ。ここで畳みかけろ。おお、半分から一気に減らしたな。はい、勝ちました。中指を突き立てろ。おい。なんとかピピックかい。これほどとは。今度こそ首の心配か。まさかやるべきことは山とある。早急に対策を。警備兵の指揮、敵兵の排除、あの方の不安は決して。あの方を頼む。ああ、喋ってた。ごめんごめん。やるさ。言われなくとも。行こうみんな。いよいよ大喧嘩だ。あ、やっぱり最終戦はラブと戦うのか。来ちゃったんですね。そう、来ちゃった。来ちゃった。約束したろ。バカな人。どこまでも逃げ続ければあなたは自由でいられたのに、はあ、そこの違法人さんたちもですよ。故郷に帰る夢を忘れれば私は見逃してもよかったんですよ。いや、悪いがここで旅を終える気はない。通らせてもらうぞ。それに仲直りの手伝いをする役も必要かなと思ってさ。ええ。話をしましょう、ラブさん。やれやれ。揃いも揃って、バカな人たち。いいでしょう、その愚かさに免じて、あなたたちを私の人形に仕立て上げます。五感も感情も私の思い通りにして、何も知らないまま駆け出しに戻る。終わらない夜に戻りましょう。なあ、ラブ。どうして駆け出しの頃にし、し、固執する。まあ気持ちはわかるよ。あの頃はドタバタ楽しかったもんな。黙りなさい。
黙るかよ。楽しかっただろ。私との乱は。何を。私は楽しかったよ。だから次は、とびっきりのをやろう。このクソったれな世界から抜け出して、本物の空を見に行こう。最高の空を一緒に見上げてさ、その後、カフェで他愛ない話をしよう。ごく普通の友達になろう。始まりなんかに戻らなくったって、私らは明日に進めるんだ。認めてあげますよ、バレッタ。私はそれに希望を感じている。お別れです。だからこそ今ここでお別れです。永遠にお別れしなくちゃならない。いい加減に素直になれよ。誰が責めたって構うもんか。誰が認めようとも、私が許せない。私は象徴。私はこの企業という国の象徴。この、この交際の摩天楼を永遠にするもの。叫び続けなければならない。どれだけ心を偽ろうと、かくあれか、かくあれかしと、かくあれかしと、叫び続ければならない。あんたの言うべきことはただ一つ。また遊ぼうだ。さようならよ。全権限解放、全機能、全出力。中罰機構、クワイア。コンダクト、オン。さあ。あなたたちを滅ぼして、我が心のすべてを破壊しましょう。受け取ってくれるかしら、バレッタ。ちょっと。いいとも。だけどそうか、たやすくは、死なないぞ。あんたを連れていく。あんたの涙を全部受け止めて、あんたを本物の空に連れていく。心ごと、貫いてみせる。自由の弾丸は今、天に標準を合わせた。あんたの心ごと、貫いてみせる。心ごと絶望で包み込んでやる。その自由に その自由に羽ばたく心ごと私の絶望で包み込んでやる。受け止めてみろ、相棒。いいですね。互いの思いがぶつかり合う。あの瞬間。さあ、マザーラブ戦やっていきましょう。スタミナ足りない。相棒を解き放つために、それと、そして、相棒と別れるために、互いの思いがぶつかり合う。ガトリン。めっちゃ後ろ回っちゃってる。あ、落ちちゃう。バーストキャノン。加速。ビッグキャノン。おーっといったね。まだこっちはスキルが溜まってない。あ、ビット、後ろ。後ろ後ろ志村後ろ。あー、くそ届かない。あ、え、行ったの。やった。このね、すごいでかいゲーミングチェア。いやー、かましてますね。よし、ここでこれも一気にしまいましょう。これで最後。
はい、勝ちました。なんかステッキがもらったな。自由の弾丸。企業の粋を尽くした兵器だというのに。お前の知るバレッタがこの程度でくたばるものかよ。さあラブ、これでおしまいだ。あんたの出せる思いの全部を。都会の世界に行く必要なんてなかったじゃないですか。なくなっちまったな。でもさ、いい眺めだろ。ええ、とっても、うん、初めてあなたを見つけたとき、なんて普通の女の子なんだろうってそう思ったんです。失礼だなぁ。でも、あ、ごめんなさい。でも、そんなあなたが本当に眩しくて、それで。なあ、ラブ。私たち、友達だよな。いい話だなぁ。負けたか。コンダクター、ご無事ですか？問題ない。現在、応援とともに撃退中であります。ここでも戦闘があったようですが。ああ。マザーラブは当面休職される。その間、DAN の全権は私が握る。心配する必要はない。DAN は、宗谷の広告塔というだけだ。我々が多少傾いたところで、他の宗谷、宗谷試練の、系列は、微動だもしない。そう設計されている。行くぞ。まずは敵を殲滅する。マザーラブがお帰りになるその日まで、DAN は誰にも荒らさせはしない。りょ、これでよかったんだ。いや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 、入ってきて、奥の方行っちゃったけど、それでいいのかい。素晴らしい働きだ、シューターズ。なんということだ。だが、この株価はどうだ？宗谷試練、系列の株が全く変動しない。DAN は大きく傾いたというのに。おのれ。神々の采配だと言うの、采配だとでも言うのか。おのれ、宗谷試練め。だが、これはチャンスだ。DAN が傾いたのは確かだ。これを大きなチャンスとしよう。素晴らしい未来に飛んでいくといい、ちっぽけな夜の女神様。その未来は我々が提供してあげよう。未来がどうなるかは保証できないがね。楽しくなってきた。それでは。
後でこの部屋から地上までのエレベーターでも作らせておきます。地上までの大穴を埋めるついでに。ごめん。お互いの装備がお釈迦なんだから許してくれない？私は許しましょう。コンダクターが許すかは知りませんが。ありがとうございました。本当に皆さんは巻き込まれただけなのに、私なんかのためにいろいろと。いやいや、言ったでしょ、仲直りの手伝いをする役も必要かなって思って。どうでしょうか、仲直りできましたか？はい、元よりずっといいくらいです。あの、また遊びましょう。お話ししましょう。その、よければあなたたちの素敵な世界で。あなたを歓迎します。私は星見の町の管理人ステラ。あなたたちを歓迎します。はい、楽しみにしています。ねえ、二人はこれからどうするの？とりあえず天板の穴を抜けてみるかな。満天の夜空を飽きるまで眺めて。そうですね、カフェで他愛のない話をしますね。そういう約束ですもんね。その通り。その後のことはそっから考えるさ。感謝する。これまでの助力感謝する。二人とも仲良く達者でな。またな。そっちもな、楽しいランだった。またな。ありがとね。こっちこそありがとう、バレッタ、ラブ。お気をつけて。また会いましょう。コンダクターに指示は出しました。あとはもう自由です。よかったの？まだよくわかっていないんです。本当によかったんでしょうか。さあね。あら。ダメだったとしてもさ、いい感じになったようにすればいい。ラブの心に自由の弾丸は装填された。あとはラブ次第だろ。ラブ次第、そうだろ。そうですね。ではそうしましょう。よし。それじゃあ一丁飛んでいく。すいません、なんかちょっと外で変な車の音が大音量で走ってたので、とりあえずカットいたしました。はい、それじゃあ一応飛んでいく。キャンプの準備はできています。ちょっとだけ空を二人決めです。行こうか、相棒。はい、報酬クリアいたしました。はい、交際の摩天楼、これにて、終了といたします。いやーね、この封じ込められたドーム状の世界で、サイバーパンクな世界でね、空を求めて走り続けた、二人、片や一人は自由を求め、片や一人は、束縛された、世界で、世界で自由を諦め、その二つの思いがぶつかり合って、
作られた世界に風穴を開けた。まあとしても大元であるところにはあまり影響を与えてない、まあ一つのサイドストーリーっていう感じですかね。でまあちょっと気になるのは、まあ二大大企業のその関係性とか、あとあれですね、最後に命令したレプリアのあれですね、あの子ですね、名前忘れちゃったけど、ここを出たら自由に生きて、自由に生きてって言ったあの子ですね、あの子が今後どうなるかっていうのもちょっと気になる感じですが、そのまあ後の話っていうのは今後展開されていくのかどうかということですね。じゃあ時間もいいところなんで、交際の摩天楼編はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回、バイバイ。いやー、ゲームって本当にいいもんですね。それではさよなら、さよなら、さよなら。